はい、これからちょっとですね、沢登りというかですね、バーセスマの準備です。そのためにちょっとね、警察に来まして、いい場所を探したいと思います。いつもはね、わらじを編んでから来るんですけども、今日はこういうやつで、ただ滑ります。次回はちゃんとわらじを作ってから来ようかと思いますね。それからこんな感じをね、登っていきます。こんないい感じの滝っぽいものがね、出てきます。ここでちょっと水の中入ることもできるし、そこを歩いていくのも面白いと思いますね。はい、こういう感じの2メーターぐらいのちっちゃい滝を登っていくんですけど、今日はやめて、別のこちら側からね、行きます。ちょっと撮影もしてますので、クモの巣がすごいのでね、こう顔ね、このちょっとこの棒でクモの巣を払いながら行きます。はい、こんな割と静かなとこもありまして、ここは泳げますね。泳いで向こうまで渡れますけども、一応撮影隊なので、じゃあやめておきます。こちら側から行きます。まあ後で泳ぎますけどね。やばい、棒捨てちゃった。はい、周りはこんな感じで、こういうね、崖というか、で、ここが割と どうなってるのか分かりませんけどね。まあでも深いな。この大岩の間からね、こうちょっと深いところを泳いで、向こう側に行くんですけども、これも、こちらから今日は行きます。ここが割と、候補地ですかね。バステスマの。で、実はもう、すぐそこがね、山椒路の入り口で、全然面白いのでありませんでしたね、この上部はね。多分もっと下から行かないと、面白い滝はないんだと思います。道も割とこう、この辺はいいですので、で、人も多分この辺は来ないので、この上に行くと、人がいっぱいいて、先ほどオンとか出てるんですよね。ありますけど、ね。